ち仮面女子です。よろしくお願いします。さあ今日仮面すごい人ですね。皆さん盛り上がってますか？わーい。いや今もですね、今日のライジンやれ平成最後のやれんのかの熱い試合が場内で続いていると思うんですけれども、今日は一発目の試合に私たちのメンバーである川村七香選手が出場したということで、私たちもその応援にやってきましたね。オープニングで朝一番の出番だったんですけど、はい、私たちも、はい、川村選手の入場に一緒に演出に加わらせていただいたんですけども、見たよって方どれぐらいいますかね、入場してくるの。たくさんの方がありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。ねえ、あんなああいう入場の仕方を初めて、はい、しましたよね。私たち普段秋葉原にある仮面女子カフェというところで、拠点にですねライブ活動をしているんですけれども、実は3年前の2015年11月23日にここ埼玉スーパーアリーナでワンマンライブを行いまして、はい、その SSA ワンマンライブぶりのこの会場でね、もう一度川村選手のおかげで立てたっていうことが、当時ワンマンライブにいたメンバーは2回目だし、はい、初めてね来たメンバーもどれぐらいいるかな、初めて来たメンバーも、はい、ね、おー、もうすごいひどくて緊張したよね。はい、もう想像以上に大きくて、ね、もうドキドキしました。ね、緊張したよね。はい、そして私たちの登場といえばですね、仮面女子以外にももう一個、もう一匹、もう一体、もう一匹なんか不思議な子がいたんですよね。じゃあちょっと今日は特別にね来てくれたということで、はい、呼んでみましょう。チーター、みんなが大好きなチーターです。いや、チーターさん、お客さんの方向いて。チーター、私たちじゃなくてお客さんの方向いて。チーター、チーター、あ、すごい、お友達にたくさん会えてね、嬉しいよね。チーター、仮面女子と一緒に川村選手の応援して、あ、すごかった、すごかった、すごい、ただ芯が出てきちゃうぐらい、体の芯が出てきちゃったね。大興奮だったよね。そんなチーターもですね、私たちこの後チェキ会を行うんですけれども、はい、チーターもマットエリアでですね一緒にチェキ会をしてくれるんだよね。ね、ということで、皆さんぜひこの後仮面女子のライブもあるんですけれども、次回までぜひ楽しんでいってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあチーター、ありがとうね。あ、すごい、もっともっと拍手だって、もっと拍手が欲しいらしい。欲しがり。じゃあね、チーター、ありがとう。ありがとう、バイバイ。バイバイ。大はしゃぎだね。激しい激しい激しい。さあ、そして試合が終わって本当にですね、疲れてもう本当に追い込んで今日の試合をね川村選手は迎えて、本当に疲れている中なんですけれども、私たちと一緒にちょっと皆さんにも直接伝えたいことがあるということで、ステージにも来てくれました、川村選手。本当に、ライジンに来てくださってありがとうございます。皆さんにどうしても直接伝えたいことがあって、来ました。と、今回ライジン平成最後のやれんのか1試合目で出場させていただいて、本当に夢のステージで素敵な舞台に立たせていただいて、いい経験をさせてもらいました。本当にありがとうございます。そして応援してくださった方、ありがとうございます。やっぱり悔しい気持ちで今はいっぱいなんですけれども、私はまだまだ格闘技を続けていきます。
絶対にめげずに強くなってまたここのライジンに戻ってきます。皆さんまだまだ弱い私ですけれども、これから強くなっていきますので応援よろしくお願いします。すごいたくさんの方が見に来てくれて嬉しいです。ありがとうございます。ねえ、もう本当に私たちもだし、ファンのみんなもね、みんな応援してるからね、頑張って、本当に頑張ります。うん、ありがとうございます。この後私も席会に参加させていただくので、よかったら直接お話をしたいです。ぜひ来てください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございました。みなちゃんありがとう、本当に、ね、大変な中ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。それでは皆さん、本当にライジンの本編ではちょっとしかパフォーマンスができなかったんですけれども、ここからはたっぷりと仮面女子の曲をお届けしていきたいと思います。盛り上がっていけますか？中に負けないぐらい盛り上がっていきますか？ありがとうございます。それでは行きましょう。それでは聞いてください。元気だね。
ぜひ皆さんよろしくお願いします。そして私たちもこの後チェキ会を
行います、ぜひ皆さん、ね、直接ボード近くでね、皆さんとお話をしたいので、ぜひぜひ遊びに来てください。今日は本当にありがとうございました。この後も楽しんでいってください。それでは以上、私たち